太郎です。はい、今夜のちょい飲みでございますが、今日ローソンの方で面白いものを見つけたので買ってきました。あのローソン の, あの冷凍冷食売り場、冷食売り場にこれ売ってます。カンパチのお刺身の冷凍袋、要冷凍。これすごいですよ。カンパチのお刺身です。鹿児島県産養殖のカンパチ。それとこちら、これはマダイのお刺身。高知県産養殖マダイのお刺身、これも冷凍です。これはですね、作り方的にはね、ここにあるように電子レンジはダメみたいな、電子レンジは不可、これで流水で解凍みたいなので、ちょっと今からこれ流水で解凍して、まあちょっと盛り付けてきてちょっと食べて飲もうかなと思います。とりあえず解凍していきます。ベロベロ探偵局。はい、ローソンのお刺身の方です。冷凍のお刺身、今流水で解凍してきました。こんな感じです。結構ね、量は入ってました。でこれパック、トレイ、発泡のトレイにこう入っていて、真空の状態になって冷凍されてました。それとお刺身醤油と、わさびもついてましたので、これはどっかお出かけしていてもそのまま食べることもできるような感じです。とりあえずこちらがカンパチで、こちらがタイです。タイ。ではちょっと食べながら飲んでいきたいと思います。今日飲むビールはこちらです。オーガニックビール。オーガニックって体にいいやつなので、多分これね、体にいいビールなんです。だからこれ飲んでも体が良くなるビール、元気になるビールだと思います。今日はオーガニックビールをいただきます。ではオーガニックの体にいいビールいただきたいと思います。今日もお疲れさんです。乾杯。おいしい。オーガニックビールめちゃくちゃ飲みやすくて、これ香りがすごいいいです。フルーティーな香りがする、めちゃくちゃおいしいビールです。しかも体にいい。オーガニックビールはヘルシー。はい、こちらがローソンの冷凍のお刺身になります。タイとカンパチです。まずはタイの方からいただいてみたいと思います。タイ、いただきます。美味しそう。うん、普通にお刺身です。次はカンパチさん行きます。カンパチも美味しい。タイとカンパチ、カンパチの方がちょっとコリコリした感じはあります。タイの方が若干柔らかい感じはありますが、どちらも普通に美味しいお刺身です。美味しい。タイとカンパチ両方一気に、うん、タイの刺身3枚、贅沢食い。一気にいただきます。うん、最後はカンパチも一気食い。カンパチの刺身贅沢食い、いただきます。うん、はい、今日の蝶の実はこれで終わりたいと思います。ローソンで買ってきた冷凍のお刺身、本当に美味しかったです。本当に美味しくて、完食いたしました。また何かね、面白いもの見つけて買ってきたら、挑戦してみたいと思います。そしてこのオーガニックビール、体にいいビール、これも本当にね、フルーティーでめちゃくちゃ美味しかったです。今日はこれで終わりたいと思います。最後まで動画視聴ありがとうございました。よろしかったら高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。